今月7日、アイヌ文化への理解を深めるため、旭川市博物館でアイヌの人々がかつて住居にしていた伝統的家屋、チセに関する講座が開催されました。講師を務めたのは、河村兼人アイヌ記念館副館長の河村久江さんで、参加者は、チセを作るために適した笹の条件や、木の骨組みに紐で編むように笹を取り付けていく、チセの製作方法などを学びました。チセは笹で作られていましたが、チセの中で年中火を起こしていたこともあり、旭川の寒い冬でも室内はある程度の温度が保たれていたということです。凍えしのない十何度かは保たれてたようですよ。とても、勉強になって楽しかったです。博物館では明日も知性に関する講座が開催される予定です。旭川市からのお知らせです。雪解け時期になると舗装のひび割れなどから侵入した水が凍ったり溶けたりすることを繰り返すことにより穴ぼこなど道路の破損が発生します。破損が進行すると大きな穴ぼこや段差になり交通事故の原因になってしまいます。旭川市では道路パトロールにより破損箇所の把握に努め補修を随時行っていますが、市民の皆様が市道の穴ぼこや段差、雨水ますの蓋などを破損を見つけたときは土木事業所、電話番号は 36-2244、 または土木管理課、電話番号25-5375にご連絡くださいますようお願いいたします。道路の通行には十分にご注意ください。3月31日は国民健康保険料第10期の納期限です。納付には便利で確実な口座振替のご利用をお勧めします。口座振替の詳細は納税管理課電話25-5917までお問い合わせください。